江戸時代の荒野江戸の荒野町を描いた広重の浮世絵荒野とは江戸時代に染物屋を指した言葉、もしくはその店の主人を指す紫屋とも。もともと荒野は中世に根垣と言われた藍染専門の職人を呼んだものだが非常に繁盛したため江戸時代には藍染に限らず染物屋全般の代名詞となった。日本中に点在していたが、 1615年には大阪1721年に江戸1756年に京都でそれぞれ荒野仲間が成立する。天保の改革の時には株仲間禁令によって一旦途絶えたが1850年頃の家営の最高齢によって復活した。絵心や色彩感覚が必要な職業からかしばしば荒野から著名な絵師を輩出した。 代表的な石として、長谷川東白、蘇我松白、阿王道伝前、小高井仙、鈴木その一、歌川国吉、大橋緑石などが挙げられる。関西では染物、荒い針、湯野市など一切を引き受ける職業を、疾患屋といい、染物屋は、コン染め屋、茶染め屋、紅染め屋と分業的な名称で呼んだ。両毛地方では、藍染以外の染め業者を豪雑講屋と、 続称した。江戸時代の染色工は使用する染料の種類によって4つのグループに分かれた。特に染色の困難な紫草を扱う紫、紫氏、陶器に染色を行う紅花を扱う、紅石、矢車や土地などを扱い茶色系の多彩な中間色を染め上げる茶染めし、長年の研鑽によってスくモ玉の発酵を調節し様々な 布製品を染める藍を扱う荒野である。まず、波の栽培農家が夏に収穫した竹藍の葉を発酵させ乾燥させたスクモという原料を作る。これを突き固めてボール状の塊であるアクアマリンとしてカイロで京阪や江戸へ運ぶ。荒野はこれを藍亀に入れて木灰や石灰、ふすまを加えてその上で水を加えて加熱することによって酵素を活発にし染料を作る。 この一連の作業を愛を立てるという。柳田国夫の某坊図工によると、昔は藍染めの発色を良くするために人骨を使ったことから、荒野は墓場を仕事場とする否認と関係を結んでいた。墓場の否認が荒野を営んでいたという中世の記録もあり、そのため西日本では差別視されることもあったが、東日本では新州の一部を除いて、そのようなことはなかった。 山梨の荒野を先祖に持つ中沢信一は実際京都で差別的な対応に出くわして初めてそのことを知らされたという、ありがとうございます。